はい、それではね、応用情報試験、対策講座というかね、それについての、まあ、内容の説明というかガイダンスというか、まあ、実際応用情報の選択科目の免除として、使えるのかどうかというところの話を私の方からしていきたいと思います。担当レックスに講師の弁理士坊です。皆さんこんにちは。はい、でまずこのね、やっぱ皆さん選択科目がある、多分ねこれ見てる方は選択科目があるからどうしようかなということで、まあ、いろいろ悩んでると、まあ、確かにそうだよね。でまあ理系科目と、まあ、いわゆる、まあ、文系科目が民法しかないというところで考えると、ついねやっぱ民法の負担が大きいと思ってですね、うん、なんとか免除を取りたい、まあ、確かに免除があった方が、かなりね精神的にも楽ですし、まあ合格する上でもね非常にまあ有利かなと。で特にまあじゃあ免除を狙っていくってなった時には、まあ、何があるかというところなんですけれども、例えばまあネットワークに詳しいのであれば電気通信主任技術者という資格ですね。これも実はマークシートだけなので、これそうなんです、電気通信主任技術者ってマークシートだけなので、実は受けは安いんですけど、結構情報が少ないのでなかなか受かりにくいということがあります。科目合格が使えたりね、結構長いスパンで見ると受かりやすかったりはするんですけど、ただまあなかなかそののんびり受けてる場合ではないと。でとなると現実的には応用情報ですね、情報処理技術者試験しか免除がまあ狙えないと。でその時の、まあ、情報処理に関しても他のコードですね、例えばネットワークとか、そういった分野に関してはもともと応用情報の知識があった上での試験が出るので、ということはその一番ベースになっている応用情報を受けるしかないということになります。じゃあその応用情報で実際免除を狙っていけるのかっていう話ですね。ここをちょっと今日はしながら、じゃあ、それに向けてどういうふうにやっていくかって話をね、ちょっとしていきたいと思いますと。はい、でまず応用上で選択科目の免除を狙うといった場合なんですけど、まず1番目ですね。これある程度コンピューターに対する知識はごめんなさい、必要になってきます。である程度っていうのはどれぐらいかっていうんですけれども、別になんかねすごく詳しいことを知ってる必要はないです。コンピューターを使って、ね、ネットワークトラブルがあったからピングってね、ネットワークトラブル探すぞみたいな、そこまではできなくてもいいですし、でなんか普段から、グラフィックスボードを漁ってね、うん、なんかやっておくぞとか、そこまではいらないんですけれども、まあ簡単に言えば一般的なコンピューターの雑誌の記事が読める程度の、ベースっていうのはないとかなりきついですね。うん、例えばコンピューターでも全然知りませんと、ね、例えばここに書いてあるメモリー CPU 何ですかそれ、ね、無線 LAN の設定があるよって言った時に無線 LAN 何なんだろう、例えば無線 LAN というのは SSID の設定とかをしたりとかですね、まあ、暗号方式というのを設定していきますけど、そういうのも全然知りませんとなると、まあ、いわゆるコンシューマーの知識というんですかね、まあ、一般のちょっと何ですかね、パソコンを家で使って、まあ、やってるよって人が知ってる知識というところから入れていかなければいけないので、かなりハードルは高くなります。っていうのが1点と、多分今までその辺の知識、例えば言った無線 LAN の設定とかが、まあ、よく分かりませんということは多分あまり興味がないわけですよね、そのまあ分野に関して。多分まあ興味がある分野っていうのは何だろうって調べたり、あこういうことやっていくのかなっていうのがこう積極的にこうなんですかね、ある程度情報入ってくるんですけど、あまり興味なければね、まあ、私も自分もそうですけど、そのまあ興味がない、別にそこについてあまあ使えればいいやって分野であれば、そんなに詳しくは調べたりしないですよね。そういった意味では非常にこのコンピューターの知識は、まあ、ある程度必要、例えば今言ったようにコンピューターの記事がニュースサイトですね、 PC ウォッチとかいろいろありますけど、そういったところの記事が、まあ、ある程度普通に読めるぐらいの知識がないと、まず相当スタートラインがあるんですかね、手前になってしまうっていう、まずその認識が必要ですねっていうのと、この2番であるようにこれ、まあ、コンピューターに限らないんですけど、まあ、当然弁理士もそうなんですけど、向き不向きはあります。で特にコンピューターに関してはかなりその傾向が強いんですね。で、3番応用情報っていうのは、まあ、これ簡単な試験ではないって書いてあるんですけど、前提としてですね、前提として、そもそも情報処理技術者試験っていうのが弁理士試験と一番大きな違いっていうのは、基本的には独学で受けていく試験なんですね。まあ、この講座をやっていきなり最初からね、身も蓋もない話なんですけれども、原則はほとんど受けてる方っていうのは別にどっかの学校に通って習ってっていうことはやらない人が大半だと思ってください。でも単純にもなんか自分でコンピューターで仕事してます、使ってます、だから試験受けますっていう形で流れていくということですね。例えば自分は応用情報処理の前ですかね、まあ第一種情報処理っていうので受かってるんですけど、別にそれ試験用に何か学校に行ってるわけじゃないんですね。まあもともとコンピューターをずっとやってきてましたし、まあ、大学は情報処理をやってましたんで、まあ、そういうベースはね、あったにしてもですね、ただなかなか、そこが難しいですよということです。で、実際、
自分があの講座を前これテックで弁理士を教える前って私情報処理を教えてたんですけど、情報処理を教えてる時、例えば基本情報の講座っていうのをやってたんですね。まあ応用情報は、通信でやってたのかな。で生で、基本情報の講座っていうのをやっていたんですけど、どれぐらいだったかっていうと、1日、1日じゃない、1週間で土曜か日曜に2コマで、それを、だってね 4ヶ月半ぐらいいるんですよ。まあ半年に1回試験があるので。ということは、講座時間だけで1ヶ月が、まあ仮に4週、平均してね、まあ4週から5週ありますんで、4週だとすると、2コマやってますから、それ8コマですね。で、8コマかける、だいたい 4.5 ですから、31、まあだいたい35、まああと平日練習とかもあったんで、まあだいたい35コマぐらいってことは、150時間ちょっとぐらいですかね。で、使って、それで基本情報なんです。で、一番基本情報の講座自体は、あのコンピューター全く知らない人でもできますよって前提でやってた講座ではあったんですけど、だからそのベースから含めて基本情報レベルまで行くんでも、あの講義をやろうと思ったらそれぐらいかかっちゃうんです。で、皆さんが今弁理士の試験があるのに、あのそんな講座をね、やってる場合はないっていうので、この時間が足りないんですよ。っていうことになります。なので今言ったベースから考えると、まずは本屋さんに行って、で例えば応用情報の本ですね、市販の参考書をざっと見ていただいて、あこれできそうかできそうじゃないかというのがあります。うん、まあ一番難しいなんですかね、優しい本でもいいですよ、うん、一番優しい本でもいいですし、まあ、いきなり問題とか見ても分かんないのは当然ですけど、まあ、ざっと読んでみて、まあ、5分10分ちょっと読んでみて、あこれ勧められそうだな、まあ、買ってもいいと思いますよ、うん、応用情報の本を1個買ってですね。それからあとあの ID パスポート基本情報ということでスキルアップしていくっていうふうに考える方もいるんですけど、あのそれは時間もったいないです。うん、もう応用情報っていうところで、あの応用情報からいきなり始められてしまって、あの構わない、あの出るところが若干違うんですね。まあ基本情報に関してはあのやってみてもいいんですけど、だからまあ一つの見分け方で時々ご相談いただいているときは、基本情報についてをあの本を買っていただいて、でそれをあの1週間かけないぐらいでざっと読んでいただいて、うん、であの分かんないとこ飛ばしていいですから、で読み終わった感想で、うん、いけそういけそうじゃないっていうの、なんかよく分かんなかったな、面白くなかったなっていうのであれば多分続かないです。逆に、うん、うまくいきそうなってことがあれば、そこから応用情報の勉強をスタートするってやり方もありますね。時々あのご相談を受けているときはそういうやり方を進める場合もありますと、はい、でとにかく応用情報と弁理試験っていうのは、まあ、あの非常にすごく違うことがありますと。でまず午前と午後っていうのが応用情報にはありますと。で午前問題は、4紙の択一ですね、うん、IEA の中から選びなさいって択一80問になって、午後問題は、11問の中から5問、まあ、問1が必須なんですけど、まあ、4問選択するっていう問題で、若干記述が入ったりしますということです。で午前問題は実は過去問と同じ問題が出されます、出題されることが多々あります。あの全く同じ問題です。うん、問題から数値から全部一緒なので、あのそういうことがあります。あとはあのそうすると繰り返し学習するということで、実は知識が定着するので、まあ同じ問題、本当に同じ問題なんだよね、うん、もう図も数値も全部同じなんですよ。なので、まあ、繰り返しやることによって実はあの午前の問題っていうのは解けるようになったりします。うん、で6割があの合格ラインというところで、ここがすごく大事なんですけれども、その解ける分野を含めて6割を取るという目標、すなわち解けない分野があっても構わないんです。でここの割り切りが重要、応用情報は。だからもうこの分野についてはもうやらない、うん、この分野についてはやるっていう形で、あのそういう切り分けっていうのをしっかりしていただくっていうのがいいかなと思います。はい、であの分野の、要するになぜそれができるかというと、これ分野の寄せ集めなんですね。で応用情報自体っていうのが何ですかね、その入り口だと思ってください、各の情報処理の。だから例えばネットワーク出ます、データベース出ます、システム管理出ますっていうのが全部こう一個一個バラバラに集まってるんですよ。それをこうまんべんなく勉強していきましょうというのが応用情報なので、まあ、6割を取るってことを考えれば、あの別にあのここについては全くやりません、データベース全くやってませんで全然問題ないです。はい、だからそれを逆に全部やると思っても時間はないですし、うん、まあ、なかなかちょっと難しいかなと思いますね。うん、例えば担当なんかもそうですけど、弁理士もそうで、例えばトリップスが解けなくても担当試験合格できるということですよ。私も講座の中では、例えば1年目の方であれば、あトリップスはもうほぼ無視してしまうっていう選択肢もあると思ってます。うん、で別にトリップスが解けなくてもパリ条約は解けるし PCT は解けるわけですよね。だからそういう形であの全然関連ない分野なんです。だからその割り切りっていうのをしっかりつけていただければいいかなと思ってますと。で、
まあ、これを踏まえてそのまあもともと独学で進めていくっていうのが、まあ、一つの私はスタンスでね、構わないと思ってるんですけど、まあ、何人かのちょっと受講生の方から、まあ、そうは言ってもやっぱり時間がないからちょっと独学的には厳しいという話をまあ頂戴することがあったので、じゃあちょっとそれを手助けするっていう形のまあ講座を作れないかなと思ってやってるのが、あのこの応用情報の、合格の何ですかね、便利あの講座の目標ですかね。だから通常の普段の弁理士 の, あの講座とは全然意味合いが違います。だから弁理士の講座はちゃんと 100% 理解してちゃんと受かるね、あの知識をだから試験出ることは全部やるわけですよ。でそれでしっかりやってくださいねって言ってるんですけど、応用情報はそういうことではなくって、皆さんが自分で勉強するのを後押しするスタンスにしています。で、前回の応用情報の講座の時はまず自分で勉強していただいて、あのそれをこう完成する時に、まあ、講座を取っていただくっていうのがあのいいかなと思ってやったんですけれども、苦手な分野をね克服するっていうことで考えたんですけど、やっぱ逆であの講座を見られる方があの自分の受講生とかでも話が多くて、応用情報で勉強するから講座取ろうと思ってますって人がちょっと多かったので、ちょっと今年は変えまして、今回はあの応用情報の講座で、まあ、皆さんがこう勉強しやすい環境に持っていけるような仕組みで考えてますと。はい、なので実際この講義自体っていうところでまず1番目ですね、合格ラインを取れることっていうのだけを目標にしています。なのであのこれは結局品質分野っていうところですね。品質分野、まあこれはよく出るねって分野と、これちょっと自分でやるとまあ時間が最初かかるだろうっていう分野ですね、そこの解説を中心にしていくということになっていて、これが最初にまああれ言ったですね、あのベースの話ですね、あの独学で基本的には情報処理ってやっていくと、ね、いい人が多いですよっていう話があって、これ自分でやっていくしかないんですよ。でさっき言ったように1から全部解説するとなると、これ多分応用情報だけだと講義時間200時間とかになってくるん でそんな時間皆さん当然取れないんですよ。なのであくまであの講義時間の関係も考えれば、まあ、自分の実習をまずしていただく、でそれに対するこう私が後押しをするような講座だと思ってください。だから2番目、テクノロジー系を中心に説明していますと。だから全部を説明しているわけではなくって、例えば御前分野ってね、御前問題の出題分野っていうのがこれだけいろんなのあります。でこれだけいろいろあるんですけれども、あの説明するのはここです、テクノロジー系で。マネジメント系とストラテジー系っていうのは、まあ、いわゆるシステム監査とかシステム戦略、いわゆるビジネス系の問題が出るんですね。でいわゆるこっち文系科目って言われるんですけど、多分こちらは参考書を見ていただければあのお分かりになると思うんですね。私も別にそのビジネスの経営分野とかは専門ではないですから、私が説明するというのもテキストにこうありますねって話になってしまうので、だそういった意味ではここは皆さんがちゃんとしっかりやっていただくと、私は説明することはないです。でその代わりテクノロジー系の分野のやっぱりコンピューターの分野はちょっとわからないっていう方も多いと思いますので、ここを中心にやっていくと。ただこれについても全部やるわけではないです、まあ、全部やったら時間ないですし、皆さんも勉強するのも全部する必要ないです。じゃあどうするかって言った時に、まあ、合格できる分野というんですかね、っていうところをやっていく。例えばデータベースっていうのがこれ、直近の試験の出題傾向なんですけれども、データベース確かに5問出てるんですけど、かなり勉強大変です。で特に SQL とかって原稿になってくると理解もちょっと大変になってくるので、もうそういうところはバッサリ切ってます。あとは、前半基礎理論アルゴリズムプログラミング、まあ大体参考書を見るとここから始まるんですけど、実はここは特許法の創作だと思ってください。そうなんですよ、いやだから30の日付計算とか40延長とか、いきなり法人格でね、遮断から始まっていくわけですよ。でそれから勉強したってね、例えば1年目の人が分かるわけないですよ。そうでしょ、そこからやってって、ね、何ですかと、19条何ですかという形になってしまうと、だそれで一緒だ、ここ実はすっ飛ばしていいんですね。ですっ飛ばしていいんですけれども、まあ、講座の中で多分、まあ、これぐらいだったら理解しといても、まあ、出れば解けるだろうっていうところの説明をしていますと、っていう感じです。で逆に言うと、ここネットワークとかセキュリティっていうのは午後問題でも出るところです。でセキュリティとネットワークが結構あの密接に関連してるんですね。だここはあのしっかり押さえていただいた方がいいかなと思います。あとはやっぱりここですかね、コンピューターの基本的な構成というのは、まあ半分以上正解するという目標を取っていただきたいというふうに思っていますと。はい、で、まあ、実際午後問題ですかね、午後問題なんかも、まあ、全部で11問、1問が必須ですと。でまあ、2、9、10、11とこの赤文字のところが、まあ、いわゆる文系科目っていうところなんですけど、実はこの文系科目っていうのが難易度にばらつきがあるんですね。で特にこの2番の経営戦略とか、9番のプロジェクトマネジメントっていうのは難易度にばらつきがありますの でそうすると実はこの4問だけで勝負すると午後問題はきついです。で、まあ、おすすめとしては7番の組み込みシステム開発で、これ組み込みシステム開発は実は我々弁理士には非常に馴染みが深い、あ特許系の弁理士にとっては馴染みが深いもので、あのまさにあの我々がお客さんから、いただくっていうかね、打ち合わせとかで使う提案書に近いんですよ。
うん、だ非常に今東京ドームに近いので、まあ、こういったところであったり、あと5番のネットワークに関しては実は難易度にばらつきがあって、優しいとしては本当に優しいんです。だから問題見ていただいて、これその場で選択すればいいので、あ解けそうだと思ったら実はネットワークを選択した方がいい場合というのもあります。うん、なんで難しい時はね、問題読んでも全く分かんないんですよ、ネットワークって。うん、だからそういった意味では5番とか7番というのは解けるようになっておくといいかなというふうに思っていますと。はい、っていうところなので、これも戻りますけれども、まあ、いわゆる、まあ、勉強の分野、講座の内容に関しても、まあ、そこでピンポイントで説明していってるという形ですね。だから便利試験の勉強を埋めると、応用情報の知識を得るより試験に合格するっていうことを本当に目標にしていると。だこれが一般の本当に応用情報、情報処理を受けられる方と便利士の受験生が受ける場合の一番大きな違いということになりますと。はい、で、3番なんですけど、ですからあのテキストを使って説明していくっていうスタイルではないです。でここは市販の参考書、何種類か応用情報も出ていますと。で講座の中では一応参考書を説明したりはしてますけれども、別にどれを使っていただいても結構です。ご自身で見やすいものを使っていただければいいかなと。で、それについて講義で全部説明するものではないです。あのまあね、一から私が全部テキストを作るということもまあ考えられるんですけど、まあちょっとそこはテキストを読みながらっていうよりかは、そこは市販の参考書を使ってまずざっと理解していって、で最終的に過去問をどんどん解いていただくっていうのがいいかなと思っていますと。はい、なので、この講座自体は今年一応自分 の、 あのスタンスとしては、できるだけ隙間時間にやっていただきたいと。だから机に向かってあなんか一生懸命やってっていうのは、多分その間は弁理士の担当を解いたり弁理士の論文を解いたりっていう、その時間を割いていただきたいんです。そこに割いていただきたいので、私の講座自体、応用情報の講座については、例えば移動中であったりとか、うん、何かまあそういうですね、あの外の環境とか、まあ、家でも空いてる時間、例えば風呂上がりにちょっとね、うん、涼んでる間とか、そういう時にちょこちょこ見ていただくような形でもいいのかなと思ってます。うん、で私自身も応用情報の講座をこれやるにあたっても、じゃあ応用情報の講座と弁理士の勉強どっちを優先させた方がいいですかと言われれば、あのごめんなさい、弁理士の勉強です。うん、やっぱり弁理士に受かっていただきたい、弁理士に受かるためにあの免除を取る使うわけですから、あのそこはまあ本末転倒にならないようにしていただければいいかなと思います。はい、だからあのテキストというのが、見るわけではなくって、画面で全部見ていくということで、それを全部見直して、スライドの画面を全部使っていくようにしていますと。うん、例えば、まあ、あのこれ待ち行列理論っていうね、ちょっとまあ難しいのがあるんですけれども、まあ、こういう待ち行列理論っていうのもこう、ね、こう下がこう来るんですよ。でこの時にどれぐらい時間かかりますかっていうのが、この待ち行列時間っていう、まあ、こう話なんですけれども、まあ、こんな感じでこう画面を見ながら、うん、あの進められるような仕組みで、全部でねスライドを400枚以上作ってますんで、今回もうパワーポイントのバーッと作って、だからもうこれ見ながらどんどんやっていけるような形にしてます。テキストとあの画面を見なくていいようにね。うん、で例えばタスク管理っていうのがありますよと、ね、タスクの生成、実行可能状態、実行状態、待ち状態、こういうまあ3つに分かれるんだということであの言っています。まあ、これ病院の仕組みと実は一緒なんですよ。これ病院で患者さんが来て、あの診察待ち状態、診察可能状態ね、待っていて、なんとかさんどうぞって呼ばれると診察されるんです。で、あ検査しましょうよって言ったら検査に行くんです、こっちで。でなんか血液検査とかあの CT とか取ったらまた戻ってくるんです、1回で。また診察室に呼ばれて、じゃあこれで結果分かりました、お薬出してきます、さようならっていうのと実は同じのがこれタスク管理なんですけど、例えばこういうのももう画面で見ていただくと。で過去問なんかも画面で出してます。今例えばリアルタイム OS において実行中のタスクがプリエンプションによって遷移する状態はどれですか。プリエンプションって言葉がありますよね。これプリエンプションによって遷移する状態、実行可能状態ということになりますから、正解は E ということになるよとか。だからもうその問題なんかでも画面で見れるようにはしています。はい、でさっき言った OSI、 例えば OSI 7階層っていう言葉、ネットワークなんかではあるんですけれども、だこういう時に例えばルーターによってネットワークが切り分けられますと。一応ルーターの説明は簡単にはしますけれども、ただルーターってすごい何ですかっていう本当に基本的な話っていうのはしてない場合もあります。うん、そこまでしか時間がないので。で、ルーターっていうのは多分家庭とか会社、ね、皆さんの事務所とかにもあるものですから、だからそういったものについてが分からないよってなっちゃうと、やっぱり勉強としてもあのかなり時間がかかっていく。ルーター、スイッチングハブ、なんだそれ見たことないぞ、うん、多分皆さんの会社なり、まあ、場合によっては自宅でも使われていると思いますけれども、まあ、そういったものっていうのが全然今まで意識もしてませんでしたってなると、そこから理解していくとなるので、まあ、そうすると、応用情報かなり時間かかってしまうと。なのであまり選択免除として狙うのは得策ではないかなと。うん、まあ知ってますよと、ね、何をやってるかは知らないと。とにかくなんかインターネットつなぐときにルーターって機械があるのは知ってると。コンピューターを何回何台かあるから、それをまとめるのになんかハブとかっていうのがあるのは知ってますっていう、そのレベルであればまだ勉強としてはあのスムーズにいくかなと思いますと。
応用情報自体がやはり選択免許に一応選ばれるぐらいなので優しい試験ではないんですよ。なのでまあ消極的になんかよく他の選択科目ないから民法が嫌だから応用情報を選びましたっていうだけだとかなりきついですね。そこのやっぱりある程度で今まで自分の受講生の文系理系はあまり関係なくて実は応用情報で免除になる方っていうのは文系なんですよ。ほぼそうで、まあ、理系の方でもね、専門科目がなかなか選択科目が難しいっていう場合は応用情報を使われてる方がいるんですけど、まあ、文系だからできないというわけではないです。ただやっぱそこのコンピューターに関しては向きがどうしてもあんま出てきてしまうかなというところがあるのと、まあ、あとは本当その時間の使い方ですよね。うまく割り切れるかどうかというところがあると思いますので、ちょっとやり方を切り替えていかなきゃいけない。私の講座の方もなんか講座さえ見れば受かりますかと言ったらごめんなさい、それは無理です。講座だけ見て受かる知識はつかないです。それだけでは。ただ講座を使えば今まで自分でやったら100時間だったのが60時間とか50時間にすることはできるかもしれないです。なぜかそれは基本的な概念とか解き方とかそういうことの説明はしてますんでね。あとは午後問題なんかに関しても、まあ、こういうふうに解いたらいいですよとか話はしてます。特にまあ最後 の過去問攻略編の方では一応年度ごとの過去問を使って、そういう話をしてますので、ただまあ年度の話とちょっとね応用情報の話とかぶってしまうところもあるかもしれませんけれども、ただ一応解き方とかそういったところの話はしていますのでね、まあそういうところで有効に活用できるんじゃないかなと思っていますと。はい、というところで応用情報のね、まあちょっと講座に関してのガイダンスプラスですね、まあ、選択科目として、応用情報が使えるのかというところでぜひね、まあ、これを参考に、まあ、免理士 の勉強ですね、進めつつですね、選択科目、ちなみに、春の試験は受けていいのは勉強を始めて1年目の人だけです。要するに今年の担当受けませんという人は、春受けていいです。あとは担当免除になっていて、論文だけですという人は一応受けた方がいいです。受かってなければ春秋の試験で受かってなければ、受けた方がいいです。で秋の試験を、受ける理想は要するに、まあ、その秋の試験の場合は翌年の免除に使えるの でその年に担当に受かっていれば、担当受かって、論文の必須受けて選択受けてでそこから2ヶ月ぐらいマージンがあります。で2ヶ月間でそこ応用情報全振りでも構わないと思ってます。その時期であれば全振りでも構わないので、担当試験受かった年ですねの、応用情報の秋であればかなり受かる可能性が高くなってきますし、まあ、そこで受かってほしいと。で、まあ、翌年ですかね、翌年でもしその年論文ダメだったとした場合は翌年で選択免除が使えるようにしていただくというのが一番理想的な流れかなと思っています。でまあ応用情報自体はね資格試験取ればその後仕事でも使えると思いますしね、まあ、履歴書にも書けますから、ぜひね試験合格して有効活用していただければと思います。はい、ということで一応私の方からはこれでご説明の方は終わらせていただきたいと思います。ね、まあ、もし機会があれば、講座の方もね、まあ、弁理士の講座も含めて、よろしくお願いします。ということでじゃあ私の方からの話はこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。頑張りましょう。